ちろんと思ってて、まずそもそもアナウンサーでしょ、ね、うん、アナウンサー、僕子供の時からずっと見てて、13年前辞めたのよ。なんでアナウンサーしたかっていうと、はい、俺将来政治家になると思ってたよ。選挙に勝つためどうしたらいいかなと思って、はい、知名度を出すしかないよ、はい、地域の人にみんな顔知ってもらって、はい、政治家のためにアナウンサーやってた。そう3年前からの野望があったわけよ。それで36歳の時に市長になって、はい、一番若いよ。そうね、最年少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 